こんにちは。駄菓子屋系博物館の岸です。今回はこのたこ焼きキッズの1から8まで全部のコースにボールが入るまで帰れまってにチャレンジしたいと思います。このゲームはね、ここに入るとこのスロットが回ったりとか、ここに入ってハイトアップしとかして、まあ、メダルをどんどんハイト枚数をね上げていくゲームなんですけど、今回はね当たり枚数は関係なく、もうメダルの枚数はもう全然関係なく、とにかくこの1から8までのコースに全部ボールを入れるっていうのがミッションですね。でね、これこのゲームね、例えば1箇所のコースにボールがね2つ入っちゃうと、もうゲームオーバーで全部が流れちゃうんですよ。そうするとまたそこからやり直しなんで、まあ、結構ね1から8まで全部にボールを入れるというのは結構難しいんですよね。でこのゲームね、結構駄菓子屋ゲーム博物館では新しい部類になるんですけど、まあ、結構人気の機種なんでね、そういった意味でももう1から8まで入れるっていうのは結構参考動画になるんじゃないかと思います。で今回は、100円玉で、50枚用意しました。このゲームはね、100円入れるとメダルが11枚出てくるんでね、その出てきたメダルを、まあ、使ってとにかく1から8までボールを、まあ、コンプリートするっていうルールですね。それではチャレンジスタートしましょう。まずここに100円でメダルを、今回はね、この回転とハイトアップはもう関係ない。とにかくこのボールをね、かぶらずに。マスボタンを押してね。残念。ああ、こうやって今7に2つ入ったんで、また全部流れちゃいましたね。今みたいにハイトアップ通るとこうやって6が入ったことなんですよ。だけどこのハイトアップでついた6っていうのは、まあ今回のミッションでは関係なくて、とにかくこの全部のゲーあのコースにボールを入れるっていうのがミッションですね。これで1パック分の、まあでもここでやめるわけにはいかないんでね、またメダルを100円で、これメダル1枚でね、ボール1個のね、結構メダル使えますね。あ、入った。結構いい感じですね。こっちはもうで、これ上がね、こう棒が動いてるんで、これタイミングをよくねやるとある程度狙えるんですよ。あ、入った。意外と簡単にいきましたね。これで1から8まで全部ボールが入ってる状態ですね。でまあ途中ハイトアップ1回通ったんで、まあメダルが75枚ですね。これでもうボールは揃ってんで、ミッションコンプリートですね。ではこれメダルは払い出したいと思います。で使ったのがね200円だけだったんですよね。なんか今回はかなり運が良かったせいか、1回失敗したのかな。それでもう全部揃っちゃいましたね。まあこういうこともあるんですかね。まあだって
200円しか使ってないですからね。でメダルがもう75枚出ちゃってるんで、まあかなり運が良かったってことですね、うん、ではね今回はたこ焼きキッズの1から8まで全コースにボールが入るまで帰り待ちにチャレンジしました、まあ、今回は運が良かったので、ね、意外と簡単にいっちゃいました。まあまあこういうゲームなんでこういうこともあるってことですね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。